まずはですね、株君視聴者ニュースの方をちょっとお伝えしていきたいと思います。はいえー、レモンみかんさんあぶらあ、ありがとうございます。えっと、こちらね、か木清方店ということでございます。僕ね、あの漢字読めなかったんですけど、か木さんということですね。のお話がありましたんで、見に行きたいな。築地明石町の他に、えー、これちょ、調料かなうん、一番好きな、 春の夜の恨み、えー。そして春の夜の恨みは、えー、これは同性寺での,の赤い着物を着たお姫,姫が桜をです、ねえー、眺めて佇んでいる初々、えー、しく美しい絵です。語り出したら、あ、怪しく,怪しく美しい絵です、えー。語り出したら止まらなくなるので、この辺でやめとこう。日本画は大好きです。でえー、上村松園の 美人画も大,、えー、大好物です、えー。早見漁師やなどの有名夏バテの木の絵など、えー、花、えー、これ花鳥、花鳥画や植物園も大好物です。えー、明治期からの漆塗りいいの、蒔絵、彫、え、金、ーえー、刺繍などの調度品や、ちょっとあってか、調達品かな、や花瓶、置物なども私は大大好き。 えー、展覧会見に行ったらガラスに何時間も張り付いて見てしまい、見せられてその場から動けなくなります。はい。ということなんで、ちょっといろんな、えー、素敵ななんか展覧会がありますので、うん、皆さんもぜひ、はい。でまあ、僕もね、ちょっと今年はコロナ晴天とかも終わるんで、いろいろね、ちょっとお出かけしたいなと思っておりますので、はい。はい。えー、そしてですね、えー 羽生選手と、まあ、お母さんの帯についてのお話をちょっと皆さんとしていきたいと思います。まあ、そんなに長くはないですけどもね。うんえー、桜子さんありがとうございます。羽生選手は言葉は全然不自由していないですよ。英語はバッチリオーサーとは英語で会話をしているし、えー、ピョンちゃんの後の、えー、外国記者会見の時もすべて英語で受け答えをしていました。なのですごくここは安心ですね。 うんまあ、結構ね、やっぱ語学って勉強してできる人も、まあ、結構ストレスを変えちゃうことも結構あるので、あのー、海外生活一人とかになっちゃうと、まあ、ちょっと心配な部分はあったりします。あとはその手続きとかもね、まあ、そういったその会話についてはいいんですけど、まあ、特にこう手続きとか、まあ、難しい部分ですね不,不動産のこととかもね、まあ、そういったこととかもちょっとやっぱ泊まる場所とかもね決めていかないと。 でいけないんでもうそういったところの,その対応とかも、えー、英語で全部話さなきゃいけないとなるとちょっと生活が大変になってくるっていう部分もあったりするんで、まあ、結構その。 あ,のあれかなというふうに思っていたんですが、それとお母さんがいつもついているのは喘息のこともあるでしょうし、え食事面のことなどだと、羽生選手のことを一番知っているのは、え家族であるお母さんですえ。別にこれって特別ではないと思います。紀平選手も高校進学の時に練習に支障がないようにと、お母さんと一緒に練習場の近くに引っ越をしたと聞いたこともありますし、 ピョンチャンオリンピックの時は、宇野選手もお母さんが帯同して、ホテルの厨房を借り切って、食事を作っていたこともあります。あ、これは知らなかったですね。えー、スイスへの短期間ですが、行っていたこともあります、えー。選手それぞれに事情もあるので、お母さんが一生は悪いことはないですね。ということでございますね。で、これ結構ね、日本で気にするんですよ。うん。あ海外とかだと、もう普通にこう、お母さん、まあ、好きって、 いいいうのかお、うん、母さんと一緒ってはよくあることなんで全然問題ないですからね。まあ日本だと、まあ、ぶっちゃけますけどマザコンってね言っちゃう人やっぱいるんですよ。うんまあ、日本の感覚だとはそんな感じですね。ただまあ海外とかだとですねもう言っちゃいますとね高校生とか大学生とかでもあの高校の学校の前にお母さんたち並びますからね。うん、並ぶっていうか車でお迎え行ってますからね。 うん、あの子供たちが、まあ、普通に小中学校とかだったらまだ分かるけどえっとねその高校生とかでもですね学校が終わって終わるとですね校門の前に、えー、車がたくさん並びますで子供たちを迎えに行くんですようんまあこれ大学とかでもそうですだからあのー、これ結構マザコンとか思っちゃう人いるんですけど結構海外では、まあ、そんなこと言ったらみんなマザコンですねうんマザコンファザ,ファザコンっていうのは普通ですからね まあ、うん、あのなんだろう、まあ、ちょっと話しおいてますけど、まあ、結構なんか親御さんと一緒親御さんが迎えに行くからなんか自立が足りないっていうのは、まあ、結構日本独特で海外とかだと本当ねあのー、まああの普通にこう家族がね迎えに来たりとかね甘えてるっていうのは全然なくて、まあ、普通なんでまあ、多分カナ,カナダとかに行っても、まあ、お母さんが付き添いってくることに対して全然ね えー、他の方があんま何も,おも海外の方はそんな気にしないとは思うんですけどもね。うんまあ、日本だとぶっちゃけそういうところがあるんですよね。だからまあ文化の違いかなとはちょっと思ってますけど、うんまあ、ぶっちゃけね僕逆に日本の恐ろしいところとして、まあ、あの小学生とかでも1人でこう帰ってますよね。あれ見て僕めっちゃ危ないなと思うんですよね。 だからある程度はなんかお母さんたちとこう、まあ、あんまりこう自立自立っていう風なとこで1人で行けたとかっていうのは結構ね1人,人,人でできたっていうのは結構なんかすごいなんか、ねえー、評価されるっていうのはあるとは思うんですけど結構小学生とか見てると1人で帰ってるっていうのを見ると海外ではありえませんからねあんなちっちゃい子は1人で帰るなんて、うん、なので日本は本当結構特別な部分ってのはあるんですよね。 話めっちゃ逸れてますよね。うん。はい。ちょっと上で、あの、なんだ、雑音がちょっと多いんですけど。はい。 えちょっとさ雑音がおあの上で講事中なんですけど、823GTA さんよろしくお願いします。桜子さんがおっしゃるように、選手によって一つそれぞれなんで、えー、母親代表の是非はつけなくてもいいでしょう。というか、すでにお母さんのいない自分としては羨ましいですよ。無償の愛を注いでくれる人がいるのは。ただ、コーチにまで口出ししてしまう。あ、これはね、あの、えー、よくあるんですよ。 高知にまで口出ししてしまう。ステージママもママもたまにいるので、まあ、これはねまあ、モンスターペアレンツの類に入ってきてしまうので、まあ、僕も微妙かと思います。うん、適度な距離を持ちながら、子供を見守るのは大事でしょうね。そうですね。まあ、本当にそこはそう思ってますね。うんだから、まあそのステージママとかねまあ、そのモンスターペアレンツとかになっちゃうとまあ、ちょっと学校側もねえー。まあ、なんか教える側もね。 まあ面倒くさくさななるのでで、まあ、大変なんですけどただまあその愛とかお母さんとかお父さんの愛っていうのってあのまあ愛というかその付き添いとかってまあさっきも言いましたけど日本では本当にそのなんかマザコンとかファザコンとかって言われちゃう要素があるので結構文化の違いだなってちょっと思うんですよねうんイタリアとかなんて言ったら本当もうみんなマザコンですしあのお母さん ねなんかお母さんに対してそう一緒にいるとあのそれってねマザコンって言うんだよって教えてあげると「ですねえー、じゃあ俺マザコンだ」とかって普通にいますからね。うん、そう普通にねあのベルギーとかでもお母さんのこと好きだったりするんってマザコンなんだよっていう教えてあげると「なんかそのえー、じゃあ俺マザコンだ」って普通にねみんないますからね。うん 本当、もっとママのことみんな大好きだから、大好きですから、まあ、結構日本とかとは何だ、なんだ感覚の違いっていうのがね、多分あるのかもしれないので、まあ、これはこれで面白いんですけどもね。うん。だからいつ大人になっても、お母さんと一緒とか、おパ,パパと一緒なんては全然ありますので、普通にビズとかもね、キスとかもね、キスってのは口同士ありませんけど、ほっぺたにキスとかお母さんとかにしてますからね、普通にね。だからまあ、そういったのが、まあ、感覚的に、まあ、カルチャーの違いっていうのがね、まあ、多分あると思うんで、 まあ、海外では多分問題にはならないんですけどもね。うん。まあでもこういうの結構面白いと思うんで、えー、ちょっとね、あのー、はい、紹介しました。はい。というわけでありがとうございました。以上です。